こんにちは、高中です。時刻は1月中旬の14時頃、 JR 浦和駅に来ております。これから浦和競馬場に向かい、場内を散策していきたいと思います。浦和競馬場は1947年開場。他の競馬場と違って住宅街の中心にあり、コース脇には戸建てやアパートが立ち並び、なかなか珍しい光景が見れるそうです。そして浦和はサッカーの街、強豪浦和レッズの本拠地でもありまして、デパートの前では子供たちがフリースタイルフットボールの練習をしておりました。では浦和競馬場に向かいます。本日は土曜日なのでレースは行われていませんが、場内に入って他の競馬場の馬券購入やグルメを楽しむことができます。以上です。浦和競馬場は昨年の JBC 開催により大変綺麗になりましたが、昔ながらのレトロな雰囲気も残しつつ、新旧が混ざり合う魅力ある不思議な競馬場となりました。休日は空いていて、場内は地元のファミリー層が多かったです。食事も美味しいので、ぜひ行ってみたらいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。